はい、それではトモコレ続きやっていこうと思うんですけど、やばい、またハートが出てるって言った。あ、ありな、ありな、ありな。ちょ、なんか人のつながりを求めてる子がたくさんおるんやけど、もやもや、どうしたの、どうしたの。え、やだよ。はい、あー、なにー、お前、アリーナも私と同じルートをたどるのか。行け行け。いいね、なんか友達からね、好きになって、友達の状態からね、好きになって付き合いたいと思うの、素晴らしいことです。私と同じですね。じゃあ可愛くで行こう。まあ可愛いからな、アリーナ。告白する場所どこでもいいけど、じゃあ私と同じ音楽堂で行くか。着替えた方がいいですかね。あ、着替えさせません、そのままで行きましょう。では勇気も出して告白してください。やばーい、アリーナ頑張れ。え、可愛くないと断られちゃうやつだよね。どう？彼女にしてほしいな。彼女にしてほしいな。どう？こちら、おお、すごい、おめでとう。やったー。カップルがどんどんできていく。おめでとう。アリーナは逆にスライム以外友達できなかったからな。私と本当同じ感じですよね。ちょっと嬉しい。うん、アリーナ、私と友達になろうよ。おめでとう。じゃあマラカスあげよう。はい、シャンシャンしてください。やった。何？あ、万華鏡ありがとう。ちょっとあとね、もう一組行ったの、もう一組ハートが出てる子。ほい、出て出てた。ガール、結婚？もしかして結婚？いやー、ちょ、女から行くか。ほら、結婚したいだもん。ほらー、逆プロポーズよ。頑張って行こう。よし、既婚者増やしていこう。プロポーズ、うーん、私花火大会にしたんだよね。じゃあ高級レストランにしようか。このままでいいよ。ただなんかジェイソンあれだな、高級レストランに現れたら補導されそうだけど。はい、あ、これまたやるの。はい、かしこまりました。はい、それではプロポーズに行ってきます。はい、あー、いいね。スープのこと考えてる。ガル来い。キノピオ、おい、お前別のやつのこと考えんじゃねえ。よし、オッケー。あ、じゃあ私もご飯食べとるやん。あ、アリーナもスライムと、ちょ、もう、あ、ククール様もいる。ダメだよ、もうすぐに広まっちゃうやつだよ。神はお友達だもんね。オッケー。もちろん君の方が綺麗だよ。おお、うん、オッケー。ドキドキする。財布、あ、支払いのこと考えてるかな。あー、やばい、もうこれひどいって。あ、そうなんだ。財布を忘れたの、もしかして。アホやん。うんうん。え、ちょちょ、もうひどいんだけど、これ緊張する。オッケー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 。なに、なに、よし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 。ドキドキした。もうライフが1しかなかったから。やったー、おめでとう。 あ、みんなお祝いしてる。あ、ジュリちゃんも来てるのかな。あー、結婚おめでとう。いやー、ついにねー。
ついに結婚ですか。ありがとうございます。あ、そっか、ハネムーンもそのまま行っちゃう感じ。こういうこともあるもんですね。おめでとう。いや、着実にカップルも増えてってるし、既婚者っていうか、あれね、既婚者かも増えてってますね。素晴らしい。ちょ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 、なんか神の隣にゼルダ姫がいないのが気になったんだけど、大丈夫なの？はい、ブーケとさえね、ブーケ受け取ったこと、あ、でも1回だけあるか、1回だけある。あはー、いいね。はい、チーズ。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。観光トロッコです。観光トロッコ。はい、チーズ。どう？お、いいねいいねいいね、目開いてる。チーズ。どう？お、いいじゃん。保存しとこう。あー、もう朝からあのアドレナリン上がったわ、これやばいわ、これ。朝2パート取っちゃうやつはこれね、みんなお腹空いとるし。あ、楽しかった。よかった。あ、ありがとう、お土産。あ、キーホルダー。おー、ありきたりだな。ありきたりだけど嬉しい。いやー、こちらこそよろしくだよ。いやー、一番のモテ女が結婚したことで、モテ女ランキングどうなるんだ、これこれ。よいしょ、はい、夫婦でゲームで待ってください。ちょっと待って、おー、ジェイソン満足。あといたんだよね。あ、ここ、あ、なんかいるか。喧嘩してる。なんでなんで。ちょやめなさい。ちょ、どうしたの。もうちょ、幸せな報告受けたってこういうのやめろよな。ちょっと仲直りして。ちょ、マリオって私の旦那やん。ちょ、私が、そっとしとくの。はい、マジで。はあ、もうお前らはよ、これだからお前らはよ。あ、そうだ、朝一行こう、朝一。よいしょ。あと募金か、募金見ます。はい、よし、顔なし、ありがとうございます。さてこれ入って結婚したカップルが2組になりました。お前らどうすんだ。あ、神や神、お前ゼルダ姫とどうにかしろよな。で、ベロニカはね、お友達増えてきたからよかったですね。え、ルイージは、あれ、ルイージだっけ、ベロニカちゃんといい感じなの。はい、オリマーはね、ガルちゃんに振られた腹いせに喧嘩したクソ野郎になり果てました。リンクどうにかしてほしいな。かっこいいのに誰かもらってやってくれよ。早く来るさん、おめでとう。はい、でキノピオね、もうなんか彼女の心配すらしなくてもいいかもしんないね。そう、今日生えてカップになった、おめでとう。2人ともね、同じドラクエチーム同士、いいことじゃないですか。で、マリオはね、ちょっとね、喧嘩2回目でしょ、私以来だし。もうじゃあどっちか吹っかけたのか分かんないけど、やめなさい。で、ミクちゃんね、ミクちゃんもお友達できてるね。そうで、ジュリちゃん、そうね、まあまだまだこれからって感じかな。で、ジェイソンおめでとう。で、私ですね、もうなんかキノコが同化してますね。で、ガールちゃんも結婚おめでとうございます。ルールー、なかなか浮いた話出てこないね。アーロンさん仲直りしましょうね。あ、ゼルダ姫、亀と大丈夫かな。え、コマジロー、はい、癒し。え、何人か、あ、今日はおいくらかな。お、19,590円、ありがとうございます。よいしょ、じゃあちょっとイベント見るか。あ、今日栄養ドリンクの日。あ、そう、よし、いや、翼を生やしていこうか。あ、そう、じゃあちょっと食べ物とかも買っていきましょう。いやー、あ、おー、結構増えてる。お茶もう10個ぐらい買っちゃおう。なんかどんどんお金増えてってる。
あ、いいね。卵とバターを惜しげもなく使いました。はい、カロリー。ありがとうございます。ピーマン、ピーマン私子供の時から好きだったな。人参が未だに苦手ですね。メロン、ちょっとぐらい買ってこう。お、焼きそばいいね。お母さんの得意料理。うちもなんかあの土曜のお昼とかよく焼きそば出てたわ、食卓に。よいしょ。なんかいろいろななんかお友達になりたいやつと思ってたような気がするんだけど。遊んでください。あ、はいはい、遊びましょう。あ、これかん。え、なに、え、絵合わせ。あ、対戦なのか。じゃあここで、これ困ったぞ。マンゴー。え、嘘。あー、やばい、これ取られる。ちょ、ハンディいらんわそういうの。オッケーオッケー、ここで切ったよ。はい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 。オリマー？あ、マジ？はいはい。あー、おー、アイス取られる。うん。あー、すごい、超ひどい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 。引っかかれ引っかかれ引っかかれ。あー、負けたー！くそー、これ先行の方が良かった。負けちゃった。じゃあご飯あげよう。ざるそばいきますか。はい、いただきます。はい、ずーずる。よし、ちょっとご飯をあげていきますね。あとはスルメか。はい、いただきます。キノピオ何が好きなんだろうな。あらら、美味しくなかった。あ、でもなんか苦手なものではないんだ。美味しくなかった。でも、へえ。どうぞ。うん、まあ美味しかった。よし、ご飯あげた。次は、あ、ちょ、もやもやしてる。なんかナーさんもう少しと思ってたんだけどな。人間関係築きたい民。グッモーニー。新しい帽子が欲しい。お前また帽子欲しいのか。ダメです、もうこんなに物欲しがっちゃって。もうダメです。あ、ごめんごめん。え、ご飯食べようね。いただきます。ちょっとミニュースとかまた次回だな。見えの、おお、そば。そばはうめえからな。豚、じゃヘビメタあげよう。はい、あ、まだお腹空いてるか。あとスルメあげよう。ちょっとスルメタコらへんもちょっと買わないとね。うん、まあまあ。あともう一個か。なんか程よいやつ、程よいやつ。あ、じゃあ明太子あげよう。ムンさん明太子大好きです。なんたって博多の女ですからね。おお、さすが。よし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 、お前いいぞ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 。割となんか好きな食べ物がちょっと親父っぽいんだけど。ムンちゃん、あ、ベルニカおはよう。じゃ仲直りさせないとな。おはようございます。おはよう。お、いいねいいね。何か卵料理が食べたいです。卵料理、オッケーオッケー。じゃ卵焼きあげよう。はい、いただきます。はい、おお。あ、でもやっぱカツ丼には負けちゃうのね。カツ丼にはもう一品あげるか。卵料理どうしよう。なんかあるかな。卵、あ、なさそうだな。残念。そうだね、あとカツ丼ぐらいか。でもカツ丼あげたからな。ざるそばあげます。いただきます。どうぞ。あ、お腹空いてきちゃうね、これ見てると。よしよしよし。所持金が足りなくなることってとりあえずなさそうだよね。何あげよう。CD あげよう。
うん。あともう一個。よいしょ。いただきます。ちょっとご飯をあげながら様子を見ていこうと思いますので、ちょっと朝は2パート取らないとな。お、ベロニカとミクちゃん、お、いいじゃない。喧嘩してるもやめて、ほんと。あ、ジュリちゃん、おはよう。あ、ちょっとなんかルイージが遊びたがってるけど。おはようございます。おはよう。さあ、ご飯を食べさせますか。よいしょ、はい。いただきます。うん。とあ、いいよ、遊ぼう。触れ合いを大事にしていけ。これは何でしょう。これ、夜間みかん。懐中電灯かな。懐中電灯でした。よしよしよし。これは何でしょう。肉まサンドイッチ、アロマキャンドル。サンドイッチ、あ、違う、アロマキャンドル。アロマキャンドルでした。よしよしよし。これいいぞ。え、これ何。焼き鳥鍵盤ハーモニカ。焼き鳥。やったー。焼き鳥でした。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。一つだけあげます。じゃあちっちゃいの。あー、黒板消しか。あ、でもなんかどれも微妙だったな、ラインナップ。じゃあカス汁もあげよう。あ、でもなんかそろそろ時間ですね。なんかご飯あげてたら終わっちゃう。とあとご飯ね、白米。いただきます。うん。何あげようかな。あ、まだ Wii U あげてなかったか。Wii U 命短かったよね。もうちょっと使ってあげてもいいんじゃないと思ったけど。あ、マリオ。あ、よしよし。お前らさー。はい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 。まず喧嘩中。お前ね、仲直りしてよ。もうもう何よこいつら。あ、ご飯あげたら大丈夫かな。あげれる？ご飯。ご飯あげるか。あ、それでもご飯は食べる。ウケる。まあまあのようですって言ってまたおこ状態に戻るっていう。はい、スルメ。はい、あ、やばいな。なんか美味しいものあげたら機嫌戻りそうな気もしなくもないけど。はい、マジか。あ、レベル上がった。ちょ、レベル上がったからさ、仲直りしてきてよ。ヘビメタ。はい。くー、まだか。あとは、アロンさんもご飯あげるか。さ、今日はちょっとアロンさんにご飯あげて終わりにしましょうかね。よいしょ、カツ丼。いただきます。うん。お洋服とかね、またね、次回見ていきましょう。ちょっとね、朝一だとやることいろいろあるね、ともこれ。あ、ごめんごめんごめん。ドス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 。何が原因で喧嘩したのかちょっと気になるけど。よし。よし、じゃあちょっと今回はここまでですかね。もう次回仲直りできるのかって感じなんですけれども、セーブしておこう。まあね、今回はね、カップルとあと結婚が起こりましたので、割といいイベントだったんじゃないですか。はい、ということで、じゃあ次回はちょっとミーニュース見たりとかね、お洋服買ったりとかいろいろやっていこうと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。